もやしもんもやしもんの登場キャラクターもやしもんの登場人物では、石川正幸による日本の漫画作品、もやしもんよび同作原作のアニメに登場する人物などについて説明する。本作に登場する、細菌、古細菌、菌類、ウイルスたち。可愛くデフォルメしたデザインで登場する。名前表記は、作中では、 アルファベット一時ピリオドカタカナであるが、これは、生物の学名が、俗名種称名という構成になっており、この俗名を略するときにその俗名の頭文字に、ピリオドをつけて示すやり方を継承している。しかし、同じ頭文字でも全く異なる生物である例がある。例えば A は、細菌の酢酸菌と、皮膚状細菌、心菌の麹カビと、 白仙菌と蜂のスカビ、アルテルナリアが混じっている。作中では、ウイルスも、菌と同じように扱われているが、ウイルスは非生物とする場合もあり、菌ではなく、菌類、細菌、個細菌もそれぞれ解、または、ドメインレベルで区別される、生物群である。菌たちは、カモス像が口癖で、特に危険な菌は、カモして殺すという。大勢でいる場合は、 騒いでいることや合体して巨大化することも多い。作者には彼らのオリジナルストラップ制作の夢があったが、単行本題4巻の限定版付録として実現した。金たちはなぜか自分たちが人間社会に与える影響など知識豊富で作中で人間に代わり解説をすることもある。特にキノコ類はコロニーを建造物と呼び、自分たちを企業と自負するなど、 ゼネコン発言が多い。他作家の作品にも多数登場している。アニメ版においては、突起したもの以外のほとんどの声を、ガ賀ツキが担当しているが、実際には出演したキャスト全員も担当している。ドラマ版では、エオ折ゼ役をアニメと同じく冬場由美が担当し、他の金については役名をひとまとめに、ボイシズ・オブ・キンとされ、河野剛志・と小森直子が、 主に担当したが、中村祐一、和根ゆり、田村パンが担当することもあった。以下は、主要メンバーのみ解説する。自家保には、これで卒業まで、助走確定と同情されている。いきなり、勇気ボタルの助走のケニア・ミサトの長谷川への気持ち、川浜の等身投コアな部分を突っ込んできた。バーテンという単語は日本語独特の略語で、 本業者及び一部局、出版社では、職業差別ごとされ現在は使用されていない。公認、他作品出演作品、パフ2007年12月号の坂口大輔との対談より、ウィキクックレシピアーカイブド2008年12月6日、アットザウェイバックマシン。結果的に意外なところで醤油が役に立ったので、沢木にも、お前ら連れてきて正解だったぜと言われた。 ありがとうございます。